こんにちは、矢田川一です。10月20日に臨時国会が開会されました。6月21日に通常国会が閉会しましたので、ですからほぼ4ヶ月ぶりの国会になるんですね。初日は岸田総理の所信表明演説がございました。新聞市場等ではですね、減税を検討するという見出しが踊ったんですが、ただ不思議なことに岸田総理の演説の中では一言も減税ということもなかったんですね。国民への還元という表現だったんですかね。なんとなくその減税っていうんであればね、思い切って言葉ではっきりと減税なんでおっしゃらなかったか、甚だ疑問です。そして昨日は我が党の泉代表と、そして吉田晴美議員が質問したんですが、とにかく、経済、経済、経済と3回連呼した割には、対策が遅すぎるということを強く指摘したいと思います。特に経済対策を指示したのは9月の26日ですね。もう通常国会終わった直後でもね、やれば、もう、例えば給付の問題でも、すでにもう手にしてもいい段階ですよ。あまりにも経済経済という割には国民生活の実感が分かってない、物価高騰にあえいでいる国民の気持ちが分かってない、そう言わざるを得ないと指摘したいと思います。そしてまた給食費の無償化の問題もですね、我が党はもう早急にやるべきだということを言ってるんですが、なんと流暢にこれから実態を調査すると、そんなこと言ってるんですよね。もう本当に岸田総理のやってることは後手後手に回っているという印象を拭いきれません。今日も、代表質問がありますが、また、今週末から来週にかけてですね、予算委員会等の場もありますので、野党はしっかり岸田政権を追及してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。